プロドラマーの木戸浩さんです。そんで最後にやったのが僕で、まあ、ですわ。で僕当時そのバンドパンクバンドやってたんですけど、どうやったらこんなあの攻撃的な音を出せるんやっていうので、じゃあもう、ね、完全に消えてますね。この世からいないと思う。あ、なるほど。あ、でもじゃあちょっと仕事編にあの移っていこうと思うんですけど、はい、プロドラマーになりたい方とかってあの若い方でも、まあ、たくさんいらっしゃるんですけど、だからどうしていいかわからないですよね。こうプロドラマーになりたいって言っても自分のギャラってどれぐらいに設定したらいいかわからんし、仕事って一体どうやってもらってくるのみたいな、どうやって依頼が来るかもわからへんし、どれぐらいになったらプロにって名乗っていいのかもわからなかったりすると思うんですけど、まあ、なんかそういうこのプロドラマーとしてのこう仕事のことについてちょっといろいろ聞いていきたいなと思うんですが、木戸さんはフリーのドラマーなんですか？どっかのこう事務所に所属されてるっていうわけでもないですか？今はフリーだけど、そのユダ終わってから、はい、たまたま出会った人で、はい、まあ打ち来るかみたいな、あ、なるほどなるほど。でそこでその値段設定とかしてもらったり、あ、なるほどなるほど。まあそれはちょっと今引き継いでやってるけど、はいはいはい、はい。一番最初じゃあ仕事しが来た時はその事務所の方に仕事が行って、こんな仕事あるけどどうやって来た？でも、事務所からもらう仕事って、あんまなくて、大体、ミュージシャン同士のつながり、から来る仕事を事務所に振るっていうか、スケジュール管理と、楽器の手配と、ギャラの交渉とか。あ、なるほどなるほど。じゃあ仕事自体を受けるのは結構直接依頼が来ることが多い。もうそれがほとんど。っていうことなんですね。たまーにやっぱ事務所から、まあオーディションの話とか、はあるかな。その仕事自体は事務所から来るんですか？それともなんかその、例えば秋山黄色さん本人から来るとかっていうのって。いや、アーティスト本人からっていうのは、まあほとんどないんじゃないかな。あ、なるほどなるほど。事務所からお仕事の依頼が来るっていう。事務所ってよりも、アレンジャー、ディレクターが関わってるわけじゃん。そのプロデューサー、ディレクター、アレンジャー、ここから仕事が来るの。あ、なるほどなるほど。バンマスとか。なるほどなるほど。こう自分から仕事を取りに行くことってあるんですか？そう、だから、そこに気づいて、まあ、仕事なくなってきた時期とかは、電話して、なんか、あったら声かけてくださいみたいな。あ、なるほどなるほど。まあ、何回かしたことあるけどね。でも自分からそこまで仕事くださいみたいに、あんまり出なかったかな。なんか例えばそのすごい大きなプロジェクトを抱えてる、まあ例えばそのプロデューサーの方がいて、ノーギャラでもいいんでやらせてくださいみたいなことってあったりとかするもんなんですか？あー、なるほど、ノーギャラでもいいんで。すごいね。あんまりそういうことってないですか？まあでも確かに若いんだったら、自分をさ認めさせたいんだったら、それぐらいアピールしてもいいかもね。俺のドラマ見てくださいっつって、もういろんな事務所に声かけて資料送って、ノーギャラでありますみたいなできるんだったら、でも木野さんがユダのオーディションに受けに行った時ってでもめっちゃそんな感じなんじゃないですか？なんかその気持ち的にはというか、すごいだって未知のところに飛び込んでいってるようなところではあるので、なんか音楽を仕事だと思ってなかったからね、その時は。なんかお金なんかどうでもよかったし、なんかそういう意味ではね、そうかもしれないけど、木野さんってギャラってどうやって決めてるんですか？それもさっき言ったその事務所が作ってくれた値段、言ってもいいと思うけど、普通に、まあ、レコーディング1円の消費税が自分の手取りになるように源泉徴収を上乗せしてもらって、でライブ1本もその値段、あ、なるほどなるほど、リハはその半額っていうのが、まあ大体自分の値段として設定があって、そっからその、あ、ちょっと今回予算がなくて、もうちょっと例えば言ってもらえませんかみたいなのから、まあそのプロジェクトによっては相談に乗る。割とそのアーティストというかそのプロジェクトによって大きく変動したりすること結構するよ。あ、なるほどなるほど。やっぱそれは予算感によるっていうか、あんまり安いとできませんっていう、あ、なるほどなるほど。それじゃあできません。あ、やっぱでもそうやって断ることもあるんですね、やっぱり。全然ある。まあ先ほどちょっとおっしゃってたんですけど、仕事がなかった時期、特にこのコロナはどうでした？僕は意外とコロナのそこまで影響を受けてないっていうか、ありがたいことにちょこちょこ仕事はずっ
まあ、ハヤトさんのおかげっていうかね。ハヤトさんはやっぱその自分で音楽業界をさ、はい、引っ張っていこうとしてるような、はいはいはい、方なんで、やっぱその、はいはい、負けないっていうかさ、うんうんうん、プロの人も、うん、だからそのおかげでレコーディングも結構やってるし、最初のその4月去年の、はいはい、うん、頃は本当に完全に1ヶ月何もなかったりとか、一番やばかった時ですね。そう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 、去年の4月5月は本当にね、うん、その後はなんかやれる限りやろうみたいな感じで動いていったから、うんうんうん、でもなんか木野さんっていろんなお仕事されてますよね。なんか作曲もされたりとかしたりとかするし、ドラムのレッスンもされてるじゃないですか、うん、辛いかな、うん、調子乗りまくって仕事なくなってきて調子乗ってたからなくなったんですか。本当にね、年収1300万ぐらいほうほうほうバーンっていった時があって、おーすごいと思ったら次の年ゼロとやんけどははははぐらいになるみたいな。あ、そうなんですね。こうガーってあって、へー、これはやばいってなって、まあちょっと安定して稼がなきゃいけないから家族もいるし、はい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 、まあ、レッスンやってみようかなと思ったりとか、まあ、バイトもしてたしね。あ、そうなんですね。一緒に居酒屋とかで。あ、そうなんですね。その亡くなった時期にとかっていうこと。そうそうそう、初心に戻ろうと思って。あ、そうなんですね。居酒屋で皿洗いしたりさして、めちゃくちゃ思い出したね。そうなんですね。それ2回ぐらいあって、あ、1回亡くなったのが20代後半で、はい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 、そこからまた取り戻して、うんうん、34、5でドラム飽きたと思って。あ、そうなんですね。ドラム飽きて、ドラムで稼げる額も大体分かったから、はいはい、もっと上に行くには作曲しかないと思って、うん、あ、それで始められたわけですね。まあそれもあって、なんか作曲もうちょっとちゃんとやろうかなと思って、はいはい、作曲の事務所に入ってこのめり込んでやってたら、どんどんドラムの仕事なくなってきて、あ、そうなんですね。で、作曲も意外と全然稼げなくて、やばいぞってなった時に、うんうん、気づいたら結構なくて仕事が、はい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 、そこでまた焼肉屋かなんかでバイトして、はははは、私自身思い出して先輩のプロデューサーの方から、はいはい、引き続くね、うん、君あのみんな君にドラム叩いてほしいんだから、はい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 、ドラム叩くことを君に求めてるんだよって言われてドラムの神様にちょっと謝ってきた方がいいって言われましたって、あの神社行って、はいはい、僕は悪かったです、僕はドラム叩きますねお願いしますって謝ったら、結構また仕事来た。まあ、謝ったからって、なるほど、謝って、あ、はいはい、あと、いろんな人電話して、はいはいはい、ドラムやりますって。あ、なるほど、ほんまにもうめっちゃこんなんですね。そうそうそう、じゃあだから今はドラムをちゃんとやります、僕のそれが軸ですっていうのをブレないようにして、はいはいはい、空いてる時に作曲になって。あ、なるほどなるほど、すごい客観的に見たらというか、うん、ね、こう順調にあるようにこう傍から見ると見えちゃうけど、実際やってみると不安がありますね。やっぱり一人で食っていくのはいいけど、うん、家族4人そうですね、養うには、うんうんうん、やっぱそれなりにね。でもバイトも楽しかったよ。ああ、でもそれを楽しめるのがやっぱさすがですね。でも普段会わない人いっぱいいるから。ああ、でもそうか、そういう人たちがいいと思う音楽を作らなきゃいけないし。ああ、確かに確かに、なんかいろいろ勉強になった。そういうような考え方ができるっていうのがやっぱこうね、またこう仕事が復活するこう秘訣なのかもしれないですね。おじさまで。その若い時はそのバイトはたくさんされてたりしたんですか。いやー、めっちゃしてた。ああ、やっぱそうなんですね。え、若い時ってどんな活動されてたんですか。その例えば、まあ渡米されてたっておっしゃってたんですけど、その地元京都じゃないですか、うんうん、京都のそのバンドシーンというか、うん、ライブハウスとかでもたくさんこう活動されてたりしたんですね。そう、本当にもういっぱいバンドやってたよ。うんうんうん、うん、まあ、メインのビリビリってバンドが、はいはいはい、それをやりながら、まあ、誘われたら何でもやるみたいなんで。そう、でそのいろんなバンド活動があって、でその渡米されてユダにこうのオーディションに受けたという、うんうん、そうそうそう。木戸さんがプロドラマーとしてその活動されてる中で、もう最低限もうこれだけは持っておけっていうような、うん、まあ、例えばドラムの技術、うん、考え方とかマインドとか、いや、ほんとね、っていうこととかありますか。マジでね、感謝した方がいい。ああ、なるほど、はいはいはい、感謝すれば、はい、おのずとやることが見えてくると思うよ。なるほどなるほど、仕事あることに対してとか、そうそう、呼んでくれることに対して、はいはい、とか、その聞いてくれるそのお客さんに対してとかっていうことです、ね。そうそう、お前の代わりなんて死ぬ通りいんねんぞと、はい、いくらでもいるからな。なるほどなるほど。だからそんで
それでも呼んでくれてる、ね、はい、自分を呼んでくれてるってことを、うんうん、その気持ちに応えなきゃいけないじゃん、はい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 、で応えれるようにいろんな準備をしていくわけじゃん、はい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 、ね、それはもう練習、日々の練習もそうだし、楽器のメンテナンスもそうだし、楽器を選ぶってこともね、買ったりとか、しっかり楽譜を書いていくとか、曲の予習、はいはいはい、プロデューサー、ディレクター、アレンジャー、そのプロジェクトのね、リーダーっていうか、はい、その人の期待に応える、応え続ける、はいはいはい、更新していくっていう、それができるためには、何が必要か、J-POP やりたいんだったら、J-POP って結構その、いろんなジャンルのいいとこ取りじゃん。そうですね、だから求められることがすごい多いんじゃないかなっていう印象があるんですけど、そうそうそう、スタジオミュージシャンだったら、まあ、ある程度はさ、全部できないと、はいはいはい、オールジャンルできないと難しいんじゃないかな、まあ、バンドっていうかそのプロジェクトもあるけど、まあ、あとはその忙しくなってきたらさ、はい、なんか曲覚えてられないからさ、そういう時ってどうしてるんですか？だから楽譜をやっぱ見てやることが多くなってくるじゃん、はい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 、それってでもその楽譜の準備するのも、まあ、結構な時間かかるじゃないですか、まあ、書いたりするのも、それがすごいたくさんの量になったりすることもね、いろんな現場が重なるとあると思うんですけど、めちゃくちゃそういう時ってどういう風なこの処理のされ方をされてるんですか？まあ、1月に90曲とかさ、えげつなやれって言われてもさ、はいはい、できなきゃいけないわけじゃん、はい、そうですね、それできるように準備、はいはいはい、して、まあ、パッて見てその曲に必要なことをやれるように、そういうのって慣れてくるもんなんですか？やっぱその例えばたくさん一気に曲を覚えて体にバッて入れるっていうこととかっていうの、そうね、その慣れるかなでもやらんとしゃあないですもんね、構成間違えるわけにはいかんからそうそうそう、やらんとしゃあなくなってきますもんね。まあ、楽譜見たくないんだけどね、はあはあ、なるべく、あ、なるほどなるほど、でもまあしょうがないよね、しょうがないですよ ね、 ね、見ていいプロジェクトだったら見てやる、はい、でも見たらダメなところもやっぱあるんですか？たまにあるよね、はあ、そうなんですね、iPad OK とかね、画面置いてる感じが嫌っていうか、見えないように言ったらこのシンバルの下とかに iPad があるのは OK みたいな、まあ、数々 の、 そのアーティストのサポートされてて、木戸さんってすごいいろんな表現をされてると思うんですよ、こうドラムの中でも、まあ、フジパブリックの時とかとそのユダの時ってなんか同じドラマが叩いてるとは思えないぐらい表現力がなんか違うような気がするんですね。なるほど。そういうそのスイッチの切り替えというかっていうのはどのようにされてるんですか？フジパブリックの頃までは、はい、結構自分勝手になってたけど、はい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 、はい、まあ、だからバンド感が出たと思うんだよね、2つとも。それ以降はやっぱ音楽って仕事なんやなって思い出して、プロジェクトのやっぱリーダーの意図をどれだけ組めるか、作曲者アレンジャーの意図をどれだけ組めるかってすれば、なんか自分勝手なプレイはできないでしょ。あ、うん、そうですね、その求めてる音色、はいはいはい、フレーズ、グループ感だったり、はいはいはい、でそこを一番大事にしていくだけで何かを切り替えようとはしてなくて、あ、なるほどなるほど、いろんな、まあ、意図を汲み取ってやっていく中で、自然になんかそのいろんな表現ができるようになっていったっていうことなんですかね、きっと。そうまあそんなにいろんな表現してるつもりもないんだけど、ああなるほどなるほど、あ、そういうことなんですね、まあ、何あったってでも喜怒哀楽らしさっていうのが共通してあればいいけどね、自分では分からない。依頼される時って、まあ、もちろんその、ね、依頼者にもよると思うんですけど、どのような状態で来るんですか？その例えば音源的なもの。いや、もう本当に今の時代はめちゃくちゃちゃんと打ち込まれたもの、デモがあるから、あ、なるほどなるほど、まあ、それを再現するだけで、はい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 、まあ、たまにそのこのフレーズは手が3本なんてできないなとかさ、はい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 、打ち込みによっては、まあ、そういうのを自分なりにフレーズを変えたりとか、はい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 、なるほど、あ、じゃあ基本そのデモ通りに一度叩いてっていう感じでいくっていうことが多いですね。そういうことが多いけど、まあ、でもたまにその場でもうどんどんアレンジしていく、はいはいはい、っていうのがあったりとかして、そうなったら、結構自分の腕の見せ所っていう、ははははは、なるほどなるほど。どっちがやりやすいですか？ね、でも自分でその場でアレンジしていく方がやっぱり、はい、あの覚えれるからね。あ、そうかそうか、そうですね、確かにいいよね、自分のフレーズだし、はいはいはい、その当時 の、 その浅井健一さんみたいにその場でそのセッションして曲作るみたいなことって今でもされたりとかするんですか？あ、でもこの間のハイドさんのライブの時は、結構それに近いのがあったかも。あ、そうなんですね、へえ。
もともとある曲をアコースティックアレンジにしていくっていうのでバンドでいろいろアナコード言いながら、あ、なるほど、ジャムって作っていくみたいな。そうへえ。でもあんまないよね、もはやもう正解が見えてることが多いから。ね、こう長く仕事をちょっと続けられてて、まあ先ほどおっしゃってたようにもう こんなんじゃないですか仕事のモチベーションっていうのはどのようにして継続されてるんですか、ね、まあ、先ほどでもドラム飽きたっていう時期があるっていうのをおっしゃってたんですけど、どのように。でも飽きたっていうか、はい、もっと稼ぎたかっただけなんだけど、はい、なるほどなるほど。でもモチベーションを継続しようとか思ったことないしっていうか、あ、なるほどなるほど。モチベーションとか考えたことない。あ、なるほどね。大きなところでライブするときと、例えばさ、ライブハウス規模のところの、なんか気持ちの違いみたいなのってあったりしますか？いや、全然ないかも。変わらないですか？あ、ただやっぱ近いと、はい、めっちゃお客さんと近いからさ、ちょっと恥ずかしいなって、はい、なるほどなるほど。そういう意味で大きいところが気楽かな。あ、なるほどなるほど。あんまり変わらないんですね、その気持ち的にはというか、やってることに対して、例えばそのライブをすることに対してっていう気持ちとしてはもう同じというか、まあどうせ自分なんか誰も見てへんやろみたいな。あドラマーという立場で。いや、本当になんか俺を見に来たんじゃないし、まあまあ確かにアーティストを見に来てるんだから、はいはいはい、自分なんかどうでもいいっていうか。あ、そっかそっか。仕事をちゃんとこなすというか、例えばボーカルの方がちゃんと歌いやすいようにするっていうのをちゃんと守るっていうことですよね。そう、やっぱ本人が引き立つように自分はプレイするだけだから、はいはいはい、自分が自分だとはもうならない。あ、なるほどなるほど。だからまあどこでやろうが別に、はい、ただなんかドラムソロとかあるとあーやべえなってなる、頑張ろうってなる。あ、なるほどなるほど。それこそ僕あのユダで、その木戸さんがドラムソロをされてた映像があったんですよ昔。マジっすか。なんか光るスティック持ってバーって叩いて上にバーってスティック投げるっていうパフォーマンスをされてたことがあったんですけど、僕2年前ぐらいそれ思いっきり真似しましたから、マジであの野外でその天井が高いところでやる機会があって、あのパクろうと思って光るスティックが刺ったかな。いや、確かね、光るスティックをね、上まで投げて、で、ちゃんとキャッチされてたんですよ。で、また叩き続けられてた。でもね、ほとんどキャッチできないよまあでもそうっすよね、打率めっちゃ低いよだから僕、その、初めてやってで、たまたまキャッチできて、おーってなってしまったっていうのがあったんですよ取れたらラッキーぐらいだな。そうっすね、そんなんでいいのかないやいやいや、なるほどなるほど。いや、ありがとうございます。ちょっといろいろお聞きしましたが、まあ、最後になんですけど、まあ、20歳ぐらいの時というか、まあ、若い頃にまあプロになりたいと思ってこの夢を追い続けられて、で、今ってその夢を叶えた後というか、その20歳ぐらいの時になりたかったその夢を叶えられた、まあ、その先に今おられると思うんですけど、その当時の自分というか20歳ぐらいの時の自分にかけてあげるこのメッセージっていうのがありますか？いや、それね、あらかじめその質問をね、はい、聞きたいっていうのを聞いてたんですけど、はい、それを言われてね、はい、ちょっと僕は当時の自分にね、はい、メッセージを書いてきたんですよ。おお、なるほど。当時の自分に言いたいことね。はいはいはい。いいですか？はい。マジでお前なんて大したことないから、ほんま調子乗んなと。マジで調子乗んな。自分が絶対正しいとか思うなよと。ちゃんと感謝しろ、マジで。お前の代わりなんていくらでもいいねんから。とにかく感謝して、他人のいいところを探して、ね、ほんまお前何の音楽の何を分かった気になってんねんと、ね、自分を選んでくれてありがとうございますって感謝しろ。もっと人を大事にして、音楽だけが全てじゃないんだぞっていう、ね、そういうことを言いたいなと。なるほどなるほど。っていうか多分ボコボコにしてると思います。素晴らしい。めちゃめちゃ怒ってますね。めちゃくちゃボコボコにしてますね。なるほどなるほど。あとね、まあ、はい、そう、辛いことがあっても、はい、まあ、後で紐解いたら、それで良かったって思える日が来るから、はい、まあ、自暴自棄になるなと、うんうん、あんまり、うん、大丈夫だからなっていう、はい、まあ、いろいろあるかもしれんけど、うん、まあ、こう生きてるってね、だけ感謝してね、うん、やっていけと、うん、なんかそういうこと言いたいなと思いましたね。なるほど、なるほど。これは深いですね。あとまだあるわ。めちゃめちゃありすぎて。ありすぎますね。ありすぎて。これ何の参考になるのか分からないけど。いやいやいや。これこんな動画でいいのかな。いや、全然大丈夫ですよ。間違いだらけで大丈夫だよって。ああ、なるほど。そう、はい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 。これは多分みんなも、はいはい、みんなにももしかしたら伝わるかもしれないけど、うんうんうん、
僕が一番間違い続けてるんで、うん、いろんなことを。それでもさ、こうやって、はい、大きなステージにね、出してもらってるし、うん、これが今の自分の答えなんだって、そう信じて、もう迷わずにステージでは音を出す。はいはい、うん、あと絶対人のせいにしないってこと、全部自分のせいだと思った方が成長すると思うし、はい、なんか大体さ、PA のせいだとかさ、はい、メンバーのせいとか、はい、楽器のせいとかそういうのするから、めっちゃしてました。そう、はい、そうじゃなくてもう、はい、全部自分のせいだと、はい、うん、思って。なるほど、なるほど。いやいや、本当にね、あの自分もそうだったんですけど、二十歳ぐらいの時ってほんまに調子に乗ってたんで、僕も言いたいですね。調子に乗るなって、勝つしかないです。なんぼのもんやと言いたいですね、それは。勝つっていう。まあ、いろんな話をお伺いしましたが、一応この後に、木野さんから、ちょっとこのレクチャー的な感じで、このドラムの、はい、練習をちょっとお伺いしたいなと思いますので、はい、この後もね、ぜひ楽しみにしておいてください。そんな感じで、プロドラマーの木野博さんでした。ありがとうございました。さよなら。